東京大学内で受験生3人が17歳男に刺された。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、名古屋市に住む高校2年の男子生徒です。男子生徒は今日午前8時半ごろ、東京文京区の東大キャンパス近くの路上で、受験生の高校3年生の男女2人の背中を刃渡りおよそ15センチの刃物で次々と刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。また現場にいた豊島区に住む72歳の男性も、大学入学共通テストが行われている東京大学の敷地内で受験生など3人が男に刺された。刺されたのは70代の男性、男子高校生、女子高生で、いずれも刃物のようなもので背中を刺されている。容体は分かっていない。刺した男はその場で身柄を確保された。殺人未遂の現行犯で逮捕されたのは17歳の受験生で、警視庁が事情を聞いている。試験は通常通り行われている。東京消防庁によると、事件直前の15日午前8時半ごろ、現場近くの東京メトロ南北線東大前駅周辺で木片が燃える不審火が発生。同署によると、殺人未遂容疑で逮捕された男がこの不審火について、火をつけたなどと説明しているという。ここまでが速報だ。筆者はあえて少年としない。例によってマスコミが受験会場上空にヘリコプターを飛ばす、受験生にインタビューするやら、ニュース撮りに興奮している。受験生の身になって配慮できないのか、うるさい。自民党の片山さつき参院議員が直後に自身のツイッターを更新、あってはならないことですが、今後のことも考え、今期はすべての受験会場、持ち込み品検査した方が。明日については大学による体制だけでは無理なので各地の警察の警備強化と投稿した。受験生の心細い心情を気の毒に思い、たまりかねてのことだと思う。連合議員の能天気無責任ツイッターとだいぶ趣が違う。午後の報道で、大学入試センターは、試験会場である全国の国公私立大の担当者に警備体制の強化を要請する文書を午後に発出したとある。出さないよりマシだと思う。こんな時代になってしまったとため息が出る。京都アニメの大勢を巻き込んだ小殺事件、新幹線車内の殺傷立てこもり、都内電車内で火をつけ殺傷する事件等、自己抑制ができないわがまま勝手な人物による婿の相手を巻き込む卑劣な殺傷事件が続く。これを防ぐ手立ては限られている。今の時代、受験会場といっても経験豊富な警備会社による所持品検査をする必要があると思う。大学入試センターがするか、各大学がするかだが、受験料に上乗せさせることになる。こんな社会で良いのか、片山さつき議員だけでなく国会議員も真剣に考えなければならないと思う。玄関の中、所持品検査で待たされる受験生は余計な負担を負わされる。お聞きいただき感謝申し上げます。